橋亜美香です。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。私ですね、最近まだテストみたいな感じなんですけれども、ショールームで配信を始めまして、で最近ギターも始めたということで、ギター配信とかもやっているので、ぜひまだテストの状態なんですけど、ルームフォローして遊びに来ていただけたらなと思います。エビシャミカのルームでショールーム検索していただくと出てくると思いますので、ぜひ遊びに来てください。そして次のライブが、明日、28日、ジルコ東京にて17時35分から出演させていただくんですけれども、明日がですね、なんと25分ライブなんです。初めて25分をいただいたんですけど、まだ、私の、歌っている曲では25分足りないんですよ。だから今日あと1曲の皆さんにちょっとリクエストをいただきたいなと思いまして、ちょっとこの後ちょっとこれちょっとどうっていう曲があったら、ぜひ教えていただきたいなと思いますので、よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。それでは続いての曲が最後の曲になるんですけれども、次の曲が、このソロプロジェクトが始まって私が一番最初に作詞をした曲になります。この曲は皆さんがヒーローになったと思って聴いてもらえたらなと思います。それでは聴いてください。無敵なヒーロー。Thank you.
以上、シャミクでした。ありがとうございました。